MLB レッズ4-1ドジャース日本時間27日オハイオ州シンシナティグレートアメリカンボールパーク左ハムストリングを痛めているドジャースの大谷翔平29が27日日本時間敵地でのレッズ戦に2番 DH で先発出場4打数1安打で打率は3362試合連続ヒットで首位打者をキープした前日26日 ドーの試合後にドジャースの D。ロバーツ監督、51、は、17日、同、の試合で、一塁にいたときに彼のハムストリングにボールが当たった。そこから始まったと思う。良かったのは、針りではなく打撲のようなものだったこと、と大谷のハムストリングを痛めた原因を説明した。前夜の試合終了後、約12時間後に始まったデーゲーム、2番、DH。 デスタメン出場すると1回の第一打席、レッズの先発はオープナーとなった左腕の B、スーター、34、17日、同、にけ制球で左ハムストリングに送球を当てられた相手。1球目もスライダーを強振、ファーストのグラブを引いたが、セカンドにカバーされてセカンドゴロに倒れた。総類ではセカンドが送球体勢に入るまでに全力疾走を見せ、 送球されるとベース手前でスピードを緩めた。4回の第2打席はレッズ2人目、日本ハムソフトバンクで活躍した N。マルティネス、33、と対戦。カウント2 2からチェンジアップにタイミングが合わずにセカンドゴロ。ここでも一塁まで全力疾走を見せた。5回裏終了時点で悪天候が予想され、一時中断。すると雷雨となり、 1> 約1時間15分の雨天中断となった。中断終了後の6回、西走者なしで迎えた第3打席、レッヒ3人目ースパイヤーズ26と対戦。カウント21から低めのシンカーを見逃したがストライクの判定。そして5球目、内角低めのスイーパーに空振り三振に倒れた。0対4とリードされた9回の第4打席。 カウントに1からチェンジアップを完璧に捉えて、打球速度182.6キロの弾丸ライナー。ファースト正面もグラブを引き、ファースト強襲のヒット。そして、3番 F、フリーマン、34の打席で2塁に進んだが投塁は記録されなかった。大谷は4打数1安打で打率は336。そして、首位打者争いをしている2位の M。 ベッツ、31、も4打数1安打で打率は335で大谷は首位打者をキープした。ドジャースは今季初の同一カード3連敗、さらに今季最長の5連敗となった。